今日は A のワークアウトとしてショルダープレスを行います。5回を5セット行います。その後に20分間のエブリミートンダミントのワークアウトを行います。このエブリミートンダミントのワークアウトは指定された動作を毎分ごとに指定された回数を行うというワークアウトです。今日1分目ではリングローを行います。2分目ではボックスジャンプとステップダウン、3分目ではプッシュアップ、4分目ではケトルベルスイングを行います。そしてこれを20分間繰り返します。ここで注意したいのが回数が決められていないということです。これがどういうかといったら、今日のワークアウトの目的というのは有酸素的に過ごすことなので、自分で5セットそれぞれの動作で同じ回数できる、その回数を決めていきましょう。回数だけではなく、例えばボックスの高さだったりケトルベルの重さだったり、そういうのも調整して20分間それぞれの動作が同じ回数できるようにしていきましょう。運動強度を上げすぎてペースが落ちたり回数が減ったりして、このワークアウトが乳酸持久力的にならないように注意していきましょう。それでは今から A のワークアウトを実際の動作を通して説明していきます。ショルダープレス5回を5セットです。5回行うことを1セットして5セット繰り返します。上げる時の注意点としては、この動作主に肩関節、腕が使われる動作なんですが、上げる前に足のアーチをしっかり保ち、太ももの前方後方に力を入れ、お尻にも力を入れて、お腹にも力を入れて、全身を固めてから動作を行うようにしましょう。そして下げる時の注意点としては、下げる時に腕が内転しないように、腕を上げた時と同じように前へ出していき、バーをまっすぐ下げていきましょう。そしてセットアップポジションにバーが戻った時に、何の訂正も必要のないように丁寧に下ろしていきましょう。それでは今から B のワークアウトを説明します。 B のワークアウトではそれぞれの動作で自分の決めた回数を行い、その分の残りを休憩とします。ですからリングロー、これを10回したとしたら、だいたい15秒程度かかるでしょう。ですから45秒間が休憩となります。で、この動作のバリエーションとしては、クロスフィットゲームオープンも近いということなので、この動作をフォースグリップで行い、フォースグリップを鍛えていくということもできます。またはスーパーエンディングローといって、足の位置をボックスの上などに置いて高く上げて、より深、より高い負荷をかけることができます。このリングローが終わり、2分目に入ったら次にボックスジャンプを行います。で、この動作のバリエーションとしては、またクロスフィットゲームオープンが近いということなので、そこで過去に統計学的によく使われている24インチのボックス、これが大体男の人のスタンダード基準となるんですが、それにするのもいいでしょう。そしてこの動作が終わり、3分目に入ったら腕立てプッシュアップに入ります。この動作の、バリエーションとしては、過去にオープンで出たことのあるハンドリリースプッシュアップ、胸が床についた状態で手を床から離すというプッシュアップをするのもいいと思います。そして4分目に入ったらケトルベルスイングです。この動作のバリエーションとしては、普段自分が使っているケトルベルよりも少し重いケトルベルを使い、ロシアンスイングまたは少ない回数を行うというのもいいでしょう。
これを20分間繰り返します。